注目注目、タイムパトローラーのみんなにお知らせよ。近々コントントに大きな映像モニターが設置されることが決まったわ。その名もコントント TV よ。え、そんな話ありましたっけ。わしは聞いとらんぞ。ほお、ほんお、ほん、大事なことやお得な情報、スペシャルなお知らせをコントント TV で配信する予定みたいだから、みんな忘れずにチェックしてね。あ、なんだ。義乳特戦隊の赤いマグマ、ゲー！そしてこの俺は特戦隊隊長、義乳様だ。何をやったんじゃ、ベジータのやつは。違いますよ、それは父さんじゃなくて敵と体が入れ替わっちゃってるんです。ほうほう、それはまた決体の技じゃの。本来の歴史だと義乳と入れ替わったのは悟空くんだったわよね。ええ、そうです。またトアとミラが何か仕掛けているのでしょう。奴らのことは俺に任せて、あなたは歴史の修正に集中してください。
フリーザ様にドラゴンボールをお届けした。そいつらリキュールのフリーお前たちが片付けた。よっしゃー、そりゃないですよ、ゲニュー隊長。そういうことで、王道にガンケールで決めたのかな。天才リキュール隊長までに終わらせておくんだぞ。わかりました。なんか今日隊長機嫌悪いな。なんか隊長機嫌悪くなかったか。お前がこの前隊長のアイスを勝手に食ったからだろ。だから食ってねえって。隊長のお楽しみの一つで風呂上がりのアイスを奪った罪は重い。お前もしつこいんだ。俺は食ってねえって言って。それ飽きてきたかな。もう終わりにしていいか。リクームウルトラファイティング。おおの味方さ、いいものやるよ。ターレスを止めて、新生児の身を食べさせる気よ。うわあ、どうなってんだ。タリの子が急に膨れ上がった。新生児の身か。何ていうのを持ち出しとるんだよ。あれはわしら神にしか食べることを許されておらん聖なる神。食べたものに素晴らしい力を与えるが、果実を育てるのに星が丸ごと一つ潰れてしまうんだ。サーレスはその身を見つけて隠し持っていたみたいで。まったく罰当たりなやつだ。なんだ、誰かがこっちに近づいてくる。カルリンでもご飯でもベジータでもねえ。この木は。よっ、ギニュー
特戦隊隊長ギニュー様参上。部下のピンチを罠ピンチギニュー隊長参上。トーお待たせしました。ギニュー、俺の体を返せ。返せと言われて返すバカがいるか。安心しろ、お前の体は強い。私が有意義に使って。悪そうな顔してんけど、肩なんだな。よし、あいつらを一気に片付けたぞ。この歴史の時さ、まだ義務になってなかったんだな。あの、できれば一気に決めるんじゃなくて、さっき来た彼の人は倒さないでほしいんですが。何のことだ。おめえ、あっちの友達なんか。いや、そういうわけじゃん。ジースがやられただと。何ということだ。平成逆転ってことだ。よし、でもないんだよ。どこかで見たことのある顔の貴様、よくやったぞ。ギニュー特戦隊の一員にしてやろう。せっかくの申し出だ。縁が先くもらえた。別にあるんだね。はぁ、ですね。これで解決だと思った瞬間に。すみません、こんな無理だった時にも俺の手で進みますわ。俺はこの歴史に本来関われない。本当に君は色々あったけどまだ大丈夫よ。悟空くんとギニューが入れ替わるのは正しい歴史の流れじゃない。そうです、パーリスを倒すギニューがもう一度チェンジをしなければ元の歴史に戻せるはずです。に戻れたみたいだな。くそー、今度こそこんだチャーンジ。もういかねえぞ。
これまでの動きから察するに、ターレスとスラックにトワとミラが協力しているのは間違いないわね。一度は何とか撃退した相手だけど、トワの科学技術は厄介よ。ミラとは以前も戦ったことがあるんですが、かなりの実力者でした。大量の霧エネルギーを受けて復活したミラはさらにパワーアップしているはずだわ。油断は禁物ということじゃな、ノートランクス。はい、先ほどはすみませんでした。まんまとトアの罠に引っかかってしまいました。お恥ずかしい限りです。本当よ、もうもう少しで歴史がめちゃくちゃになるところだったわ。トアの悪知恵もミラの力も侮れないわよ。あなたも気をつけてね。俺たちは二人でミラを追います。あなたは引き続き歴史改変の修正をお願いします。歴史改変か、ターレスのやつまた出てくるじゃろうな。今から特別授業を開始します。皆さん参加してください。なんじゃ？来たわね。さあ、お仕事よ。またしても歴史の改変が起きようとしておる。宇宙の帝王フリーザ、トアはこやつにも力を貸しておるようじゃ。ターレスとスラックもおるじゃろうし、なかなか骨が折れそうだわい。トランクスたちは先に行ってミラの行方を追ってるわ。この前はちょっとカッコ悪かったけど、トランクスと彼のパートナーの実力は信用できるわよ。あの二人が追っているうちはミラもそうそうあなたに手を出せないはず。だが油断は禁物じゃぞ。なんといってもあのフリーザじゃ。ほんとに恐ろしい相手じゃぞ。よいか、お前はまだまだ半人前。くれぐれも無理せず無事に戻ってくるようにな。心配だって素直に言えばいいのに。うるさい！ふん、まあ頑張ってこい。
私に戦いを挑もうとする愚か者がいたとは、まさに身の程知らずも甚だしいというやつですね。すぐにドラゴンボールの願いの叶え方を教える気になるでしょう。フリーザーはまだ気づいておらんが、フリーザーは自覚稼ぎをするつもりじゃ。今デッキなご飯だのもとへ。これが最後のデッキのことになった。確かにドラゴンボールの願いの叶え方を言いなさい。死ぬことになりました。お前がそれを知っているのは無駄だ。でんでよ、地球人たちのところに。お前が死にたかった合言葉を伝えにな。な、何？おのれただの何かずになったのか。よし、そろそろいい時間じゃろう。次はターレスとスラックを探し出して。ちょっと待って、このスラック、ドラゴンボールのそばにいるみたいよ。なんじゃと、ご飯たちのドラゴンボールを奪いに来よったのか。今から助けに行っても間に合わんよ。どうすればいいんじゃ。しょうがないわね、一回戻ってらっしゃい。ああ、お前何悠長なこと言っとるんじゃ。非常事態じゃぞ。だからこそよ、おじいちゃんは黙ってもらおう。おかえりなさい。この時間のない時にわざわざ戻ってこさせるなんて、お前何考えとるんじゃ。はい、じゃあこれね、もう一回行ってらっしゃい。は？はあ？だから簡単な話よ。もう一回、今度は少し前の時間にタイムスリップすればいいの。な、そんなことできるのか。なんとなくせこい気がするぞ。何バカなこと言ってるのよ。私たちの使命は歴史を守ることなんだから、手段なんて選んでられないでしょ。ってわけだからよろしくね。気をつけていってらっしゃい。待ってたぜ、この瞬間を。ドラゴンボールで永遠の命を手に入れれば、もうこっちのもんだ。新成人の逃げ、パワーアップを繰り返せば、いずれフリーザもミラも俺を止められなくなる。無論カカロットも敵じゃねえ、全宇宙が俺にひざまずくのだ。ドラゴンボールを渡せ、ターレス。狙いは同じってわけか。宇宙の支配者はこの俺だ。お前にもここで死んでもらおう。またお前か、しつこいやつだ。うん、ここはどうだ。一時休戦というのは。まずはこいつを片付けるか。まあいいだろう。
俺たちの邪魔をしたことを後悔させてやろう。今までの二人とは、比べ物にならんほどの気を放つよ。俺が暗黒魔界の力を取り込んだ新世紀の王が、いくらでもバーが湧き上がってくれる。俺は無敵の力を手に入れたのだ。今の俺に勝てると思うか。お前たちの差は、天と地ほどの差があるのか。仲間にしてやってもいいと思ってたんだがな。所詮裏切り者のパパロックのガキ連れて行こうとした俺が裏切り者じゃ甘かった。どうして、何がおかしいんだって。こんなに強大な力を手に入れてしまったのか。大宇宙の王の新たなる怪物、実に色増し。そいつを片付けたら次はお前だ、タレス。はっ、はぐれ者同士仲良くする。お前が俺の従順な部下になるというのなら考えてやってもいいのか。所詮相入れはせんのだ。ゴーリア、オリビアさん、大丈夫ですか。なんとかな。この戦いは危険すぎる。大事は離れてもらった方がいいだろう。ここは任せて。ドラゴンボールを持って離れろって。そんな。ゴーリア、俺たちがここにいるとかえって邪魔になる。そいつに任せた方が良さそうだ。悪いな、オンに切るぜ。何だ、踏み上げてきた。このどし黒い力は、あの仕業か。新世紀、まだ何か作る。実験は成功したみたい。その女の子は横にいる戦士が今今回の事件の黒幕よ。いいの、お前たちの愛俺だ。いや、俺はターレスたちの方へ行きます。あなたはミラの相手を。どうか気をつけ。お待たせしました、今行きます。素晴らしいパワーだ。お待たせしました、加勢します。イラはあの人に任せておけば大丈夫です。こっちを先に片付けましょう。
最後の力は凄まじかったの。しかしこれで奴らも終わりじゃ。俺はもう一度ミラの元へ向かいます。そうね、頼んだわよ。あなたはゴハン君たちの方ね。すでにフリーザとの戦いが始まっているはず。さっき空が暗くなっていたから、歴史通り二人がドラゴンボールを使ったんだわ。いやいや、フリーザも本気を出してくるじゃろう。くれぐれも気をつけるんじゃぞ。状態か。磁石持ってさっぱりしちまって迫力が。ガルキンだけで実力を判断するなといういい見本だ。ちょっと可愛かったぜ。ちょっとせっかくクレオスでドラゴンボールで願いを叶えてもらったのに、すまなかった。そうじゃないが、お前たちを助けられそうもない。約束でしたよね。地獄運動のポーズを見せた。真の力を見せたフリーザはただでさえ敵だったというのに、トアの役目ほんとに力を貸し取るな。もう少しで悟空が来るはずだからの、頑張って持ちこたえるんだぞ。貴様らにいいものを見せた。まさかお前自信があるというか。まあ、大した自信がない。それとも恐怖のあまり頭。今のうちにそうやってニヤニヤ笑ってろ。ここにいるのが貴様の最も恐れていたスーパーサイヤ人だ。相変わらず。まだ戦う気がまるでなくなっちゃったようだね。ちょっと早いけど、おごめん。オラが何かする。ハリッチだ。フリーザだ。最高だ。ちょっと頼まれてくれるか。今からしばらくフリーザを引きつけてほしいんだ。やるしかねえんだ。オラも少し分けた。ここにもオラ。元気玉じゃな。これならフリーザーを倒すことができる。体力をつけてもうダメだと思ったが、悟空め、考えおったわい。その海洋君も自分も使わなくてもどんどん考えるわよね。近くにあるたくさんの星を、もう少しずつでいい。
だ。一匹もおらず生かしては返さんぞ。やめろフリーザー。ゴーゴー。サンドラックヤクマイヤクマ。怒ったぞ。フリーザー。うわはぁ。うわ、正しい歴史の流れに5分間は辛いかも。うわこの連れてさっさと地球へ帰れ。それがちょっとでも残っているうちにとっとと消えるか。はい、ありがとうお父さん。僕は待ってる。元気なお父さんの姿待ってるよ。レッドボール。パワーを抑えすぎたか。星の爆発に自分も巻き込まれるのを恐れたからだ。しくじったな。この後に及んで身の安全を図る。やはりお前は甘い。お前は弟のようにはいかんぞ。フリーザの兄貴だぞ。どうだったのか。さっきまでこんな奴はおらんかったはず。見せてやるぞ。 100% の力を。またせたら、こいつが鬼ゼミのフルパワーだ。ああ始めよう。あんなに早いとこ片付けるんだ。それを見逃すと思うか。時間稼ぎだと。そんな失
要はない。これから飛ぶ。でかい。そこまでだ。黙らせてやるぞ。もう星もろとも。助けてもらったな。ただ最後の決着は俺につけさせてくれ。宇宙止め損ねた。追ってください。あのフリーザー相手に戦って無事に帰ってこれただけでもすごいことじゃぞ。お疲れ様。しかしクーラが出てきた時はびっくりしたぞ。ええ、トアとミラのやつ、あんな大物まで仲間に引き入れていたなんてね。俺たちを引きつけている間に独自に動ける連中をスカウトしてきたんでしょうね。ああ、お前もご苦労だったな。あれ、あの子は？ミラを追ってもらいました。あいつらが未来から現れた俺たちの敵、ミラとトアです。あいつの力は底知れません。まだあなたではかなわないでしょう。いずれ戦うことになると思いますが、くれぐれも注意してください。ま、今回はゆっくり休むとええ。次の任務の時まではな。
何？私が直々にお前を試す。身に余る光栄に感謝するが、教えた技はもう覚えた。何度も言わせるんじゃねえ。今の身のこなしはなかなか美しかった。よし、今回はここまでだ。私はシャワーでも浴びるとしよう。今回は、義乳特戦隊の方々をお呼びして、殺せるように頑張る。はーい、なかなかいい目玉構えしてるじゃないの。痛くて泣くんじゃないか。仕方ないぞ。マシな動きになってきたな。私の美しさにはまだまだ及ばん。遠慮はいらんぞ、ロード。たっぷりしないとやってる。へっ、物好きなやつ。呪いしなっても文句は言うなよ。その程度で死ぬようなら楽しみな。行くぞ。
は楽しませてもらえそうだぜ。私が直々に教えているのだ。そこらの雑魚とは出来が違うだろう。おう、もあっさりと。ほう、上出来だな。褒めてやろう。まあ、私の教えを受けているんだ。このくらいやってもらわないと困るな。